ReadMe とは、ソフトウェアを配布する際の添付文書の一つ。配布物の一般的な情報を記載したファイルである。多くの場合、そのソフトウェアをインストールし使用する前に読むべきものとされている。ReadMe ファイルは、大抵の場合、テキストファイルであるが、Windows、MacOS では、リッチテキストフォーマットが標準で参照できるため、それが採用されていることもある。 リードミーに記載される内容は以下のものがある。配布物に関する情報をすべて詰め込んだものから最小限の情報のみをリードミーに記載し、更新履歴、インストール方法、更新履歴、ライセンスなどの各情報を記載した別ファイルへのポインタを示した簡略なものまで様々である。単にリアドムとするものをはじめ、 一般的なテキストファイルの拡張紙を付けたリアドム TXT 最初に読むべきものという意味でリアドム 1ST としてあるものリアドムを区切った README などといった名称が用いられる例もあるマイクロソフトワードが一般化する以前はドキュメントファイルの意味でリアドム DOC という名称もよく用いられた日本語で配布されるソフトウェアには お読みください。はじめにお読みください。読んでねなど日本語のファイル名を用いているものもある。ライブラリープラグインといった1ディレクトリ内に複数のソフトウェアおよび各リードミーが混在することになる可能性が高いソフトウェア形態では他者と衝突しやすい一般的なファイル名を避け各ソフトウェアの固有名詞を元にした命名もよく用いられる。例えば、配布物。 ホゲ DLL に対応して、ホゲ TXT、ホゲリアドム TXT とするなど。なお、ここでは例をすべて大文字で表記したが、大文字、小文字の使い方は統一されていない傾向がある。ユニックス系のオープンソースのパッケージ、特に NITS スタンダーズに従った GNU オートツールズで作成されたパッケージでは、リアドムに加えて、 次のファイルで構成されていることが多い。また、オートツールズを使用していない場合も、慣例的に、これらのファイル名を用いる場合が多い。他のファイルと区別するため、一般的に、大文字で表されることが多く、Microsoft Windows 文化における、リアドムの取り扱いよりも、より明確に記載されている情報を探し出すことが、できる。GitHub といった。 コードレベルでのホスティングサービスにおいても、ルートディレクトリにあるリアドムをそのプロジェクトの説明を表すものとして特別視し、その内容をウェブ形式に書式化したものを表示する機能も存在する。これは、慣例的に同じファイル名を用いるユニックス文化ならではの利便性の上に成り立っている仕組みである。単にテキストエディタを使用して作成するほか、 項目を記入して成形されたテキストファイルを出力するリードミー作成専用のツールも配布されている。また、統合開発環境や GNU Auto Tools のようなフレームワークにはリードミーも含めた添付文章を生成する機能があるものが多い。ありがとうございます。